Before we get started, guys, make sure you guys follow the Kick O'Flappy, or kick.com/O'Flappy. We stream there pretty consistently. We'll probably be streaming there tonight by the time this is live, 6/27/2023. This video is just going to be some gameplay matches of when I did ranked and when I did some cabinet battles. So you guys just, you know, have something to watch while you're sitting there eating some food, doing whatever it is. But yeah, just enjoy the video, guys. Subscribe if you like it, and I'll see you guys next time. Foes up, Lambo does up, Kush when I roll up, gas when I roll up, I put the game in a hold up, Saudi a partner, he rolled up. のファーストラウンド、何が起きる？気合い入ってますね。隙をついてうまくチャージする。どう試合を作っていくか、重要な立ち上がり。ここからどう攻めるんですかね。さあ逃げ場はなくなった。どう仕掛ける？何か狙ってるんですかね。これは投げは警戒しつつ、どうする？体力差はあるが、ゲージ運用次第ではまだわからない。 KO まで。ナイスナイス、かっこいい。やや一方的になったラウンド、どうでしたでしょうか。いやー強い、強すぎるよ。でもまだわからない。インパクトは防ぐ。ちゃんとガードしてる、すごい。意識の外でチャージ成功。どういうことこれ。ジャストバリー、うまくタイミングを合わせた。流水拳を叩き込んで、少なめのドライブゲージ、うまく運用することはできるか。攻めてもいい。ここでバーンアウト。いや頑張れ。壁に追い詰めた。チャンスになる。この感じは名勝負の予感がします。プレイヤー2、ドライブゲージがないこの状況、受け取った。次は当たっちゃいましたね。バーンアウトしている。ここで両者ドライブゲージが使えない。戦い続けるか、それとも時間を稼ぐか。これは見逃す。これはまずい。 SL 倒しきりたい。さあどうなる。キリの怒涛の攻めで押し切った。圧倒的火力、圧倒的プレッシャーの名勝負。クイペン、ラウンド1。さあ開幕、両者はどう動くか。始まりましたね。コマンド投げ、塗り替わっていく。ダイヤ島のラッシュ、時を置き去りにする。プレイヤー1、ここでドライブゲージを使い切ってしまった。バーンアウトになっている今、ドライブゲージを消費するあらゆる行動ができなくなってしまうため、立ち回りが難しくなる。画面端に追い詰めた。ここが大事。何か狙ってるんですかね。これは受け止めて殴る。いやーどうだどうだ。ズーズーしく投げに来た。 KO。 綺麗に決まりましたね。一本取っていく。さあこれはどう見ますか。次のラウンドが勝負ですね。まあ全部勝負なんですけど、今後の展開にも期待していきましょう。どちらかが仕掛けていくのか。いけいけ。給水脚を選択、余裕をチャージ。体力はまだある。その中で SA ゲージは溜まった。さあどうする。追い詰められてしまった。どうなるんですかね。ここから地上の間合い線は技の距離とジャンプをどう意識させるか。慎重ですね。うまく投げていった。ナイスナイス、立てない。体力差はある。しかしどうにでもなる状況。 CA 発動。さあこれフィニッシュ。決まった。さあ次でファイナルラウンド、両者勝ち筋は見えているか。いやー熱い勝負が繰り広げられております。どっちが勝ってもおかしくないと思います。さあラストラウンド、ここが踏ん張りどころとなるか。これはどっちも応援したいですね。プレイヤー1、この画面端でどうやって料理するか。中断、しかしさせない。いいよいいよ、ナイスガード。ランデルセ、打撃投げドライブラッシュか。プレイヤー1、 SA ゲージ差を、これは精神的に来るやつ。 SA
が豪華なラップに刻まれる。その身で味わえ、ゲスが財宝。見えているか、このキッチン落としいいですね。ここはどう出る。ほんまにあとちょっと。バリーでしのぐ、ラッシュうまく投げが通った。すごくに天才。おお、つないできた。流水拳気合いで抜けた。ここが正念場だ。すごい激闘ですね。どっちも負けないで決着。決まっちゃいましたね。プレイヤー1、最後まで目が離せないギリギリの試合だったが、見事勝利をもぎ取った。ギリギリの接戦って感じで、すごい面白かったです。始まる。よろしくお願いします。さあ試合開始。実況解説は R でお送りいたします。どっちも強そう。ジャンプからの攻撃は許さない。すごい。プレイヤー2、先に体力リードしていく。だいぶ有利な状況ですね。どうだ。技を振れば当たる距離、剣の前に入っていく。ダイエス成功。さあその後、天才か、掴んできた。投げ、さあここから天才か。プレイヤー1、画面端のいい状況を作った。何か狙ってるんですかね。これは飛びは通さない。さあラインを上げつつダメージを取る。ダイエシからの、いいですね。ハリアナを先に通すのはどちらだ。やばいやばいやばい。攻めのドライブラッシュ。2人ともやる気満々だ。さあドライブラッシュで前に出る。倒しきる。綺麗に決まりましたね。さあ今の激戦いかがでしたか。どっちも強くて見応えがありました。このラウンドが勝負となるか。さあどっちが勝つんでしょうか。さあ飛び受け止めながら。どういうことこれ。SA ゲージは両者マックス。ここからのゲージ運用が勝負を分ける。ゲージ運用が勝負を分かつ状況。ここからの判断が大切になる。地上の間合い線は技の距離とジャンプをどう意識させるか。中足がヒット。ドライブラッシュで前に出る。ドライブラッシュを使えばかなり遠い間合いからでも攻撃を仕掛けることが可能になる。綺麗に捌く。攻めのドライブラッシュ。投げを使ってガードを崩す。いいですね。いいよいいよ。やっと噛み合ってしまった。いいですね。流水拳を叩き込んで追い詰めた。この飛びはバレバレ。すごくに天才。うまくワンチャンス作ってねじ込むことはできるか。壁際にはスタンガール。ここでフィニッシュ。おお、しっかり倒し切りましたね。さあ次で最終決戦。もはや気持ちの勝負となった。なんかここまですごく一進一退できてるんで、次どうなるか本当に予想できないです。飛んでいる。投げる。今の完璧。心の隙間を突くワイルドハント。 SA ゲージは黙っている。何でもできる状況。さあ壁際の攻防が始まる。いやー一気に来るんじゃないですか。ここは投げで大きなダメージを取っていく。今のは効いてる。前に出て壁際の攻め合いが激しくなる。投げが決まった。すごくに天才。空中軌道変化。バーッとする。これは削れる。決めてった。ナイス。試合が終わってしまうのが名残惜しいですね。めっちゃいい試合でした。またこんな戦いが見たいです。あ、注目していきましょう。なんかワクワクします。注目のファーストラウンド、何が起きる。かっこいいとこ見たいです。隙をついてうまくチャージする。技を振れば当たる距離、危険な間合いに入っていく。ダメージはそこまでない状況。まだまだわからない。だいぶ有利な状況ですね。酔いレベルが4の今、縛るものは何もない状況。どうだ。壁に押し込んでいく。刹那の攻防。え、
ラウンドとなりました。ここからどう転換しますかね。いや強すぎません？すごい気迫みたいなの感じます。ラウンドとともに思考は積み重なる。次はどうする？いやどうなるんだろう。ここで飛んでいる。相手の隙をついてジャンプからの攻撃が当たれば大ダメージのチャンスとなる。ジージーとした間合い戦。ドライダッシュで前に出る。一気に間合いを。どういうこと？この隙は見逃さない。バニッシュカウンターからの反撃。ナイスナイス。エセーゲージが両者にはある。どこから叩き込むか。これ結構有利ですよね。飛んでいる。流水脚を選択。余裕をチャージ。飛びは通さない。手段立っている。ちゃんとガードしてる。すごい。攻めのドライブラッシュ。体力差ある。ここでバーンアウト。なんかこっちが緊張する。いやいや壁際も相まってだがかなり早い。ここでフィニッシュの名勝負。最終ラウンド、ここ一番がやってきた。なんかここまですごく一進一退できてるんで、次どうなるか本当に予想できないです。あとはない。全てをさらけ出して勝利をつかめ。どっちが勝つのこれ。いやもう頑張って。ここで投げに行く。今の完璧。逃げ場投げる。すごくに天才。さあ終盤、ここでバーンアウト。でもなんかこっちが緊張する。全てのゲージを注ぎ込む。出し惜しみを出した。いい形で SA を絡めてきた。やばいやばい、もういけるよこれ。足を伸ばす。バーンアウトする。危ない危ない。でもまだいける。ここで弾を打つ。ここで投げに行く。今の完璧。おっと、ここでクリティカルアーツ。キーワー。うわー、決まっちゃいましたね。プレイヤー1、この激戦を制した。いや見応え十分。